どうもみなさん、こんばんは。おしゃれでございます。さあ、実践やっていきましょう。さてと、ちょっと今ね、悩んでることがありまして、はい。今、このアンディアルキブルを使ってテイムできる生物を、まあ、どんどんテイムしてるわけなんですが、この次に来るであろうキブルが、まあ、このエクセレントボスキブルかディバインキブルなんですよ。で、こいつらってどっちも俺、アーティファクトが材料になってるんですよ。このアミッサのマップでアーティファクトってどこにあるっていう。そう、アーティファクトが手に入れられないかもしれないっていう問題が発生してて、うん、まあ他のね、蜂蜜とかはね、ちょっと今頑張って、数用意してるところだから、まあこっちはまだいいとして、アーティファクトはどうにもならんと。なのでちょっと今回アーティファクト探しに行こうかなと。で、今回一つ当たりをつけてある場所があって、はい、南側の砂漠地帯にあるなんかピラミッド、あんのわかるかな、はい、このなんか四角いやつ、これピラミッドなんだけど、どうやらこのピラミッドがなんか洞窟になってるっぽくて、だからまあ洞窟になってるっつんだったら、じゃあ中に、はい、あんでしょっていう、アーティファクトあるでしょっていうことで、今回このピラミッドてか、まあ洞窟をちょっと探索してみようかなというところです。はい。で、一応まあいろんな仕掛けが施されているそうで、はい、いろんな仕掛けが施されているそうなので、まあちょっと怖いなという、うん、なんだろう、ラグナロクのグラータ洞窟みたいな感じになってたりするのがね。で、事前にちょっと入り口だけ確認してみて、前回テーマしたアンリアルメガルドン君、あいつはちょっと通れないということだからとりあえず分かったんで、今回は、まあ、プテラノドンでまず1回行ってみます。はい、このプテラノドンで、このプテラノドンで1回行ってみて、中に侵入できるようだったら、この子をちょっとお供にして洞窟攻略していこうかなと。で、この子が入れない、詰まるっていうようだったら、まあちょっと別の、なんだろう、ラプトル、エクセレントラプトルとか、まああとは場合によってはディセンデッドパキケファロサウルスあたりとか、あとはドードーさんとかね、をちょっと連れてこようかなと。多分洞窟の中の生物とかはオーバーホールされてねえんじゃねえかなと思うんですね。だから、まあバニラ準拠になってるんだったら、おそらくドードーさんとかでもね、全然戦えると思うんで、まあとりあえずね、ちょっと一番今のところ安定なプテラノドンで行くけど、で、その洞窟っていうのがここなんですよ。はい、ここわかるかな、これ。ああ待って待って、ちょっと待って、ちょっと変な風になった。これやべえ、詰まったんじゃねえか。ああ、これ詰まった、臭いな。これ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 、これが一応洞窟なんすよ。あ、やーべ、ガチでハマっちゃった。うわ、マジかよ。しょうがない、クライオポットで救出するしかないか。ああ、ここだ、ここがちょっと狭くなってる、判定が。なるほど、ああ、ここ、あ、そうだね、ちょっと判定が狭くなってる部分がある、ここに引っかかったんだ。じゃあいいや、ちょっといいや、とりあえず古軍で行ってみましょう。古軍 でやばそうだったら引き返そうか。ああ、え、これって下まで行きゃいいのかな。なんか特殊な敵が出てくるみたいな話は聞いてたんだけど、これ下手すると戻ってこれなくなりそうだぞ。嫌な予感がするから、待った、これはプテラノドンは置いていかないとダメだ。これはせめてプテラノドンは置いていこう。ちょっと嫌な予感がしてきた。よし、じゃあとりあえずこの中に、プテラノドンは入れておいて、あとは大丈夫かな、とりあえずは。あ、いいじゃん、クレートから出たライトつけたろ。で、そう、今回一応、まあ、敵対策として一応ピストル持ってきました。ピストルなんか、まあこのくらいで大丈夫じゃないかなっていう、てか水がすげえ。じゃあ改めまして、これ多分迷路なんだろうね。これはさすがに攻略情報なんかないよな。一応下に下ってきゃ良さげだと思うけど、いいね、いい雰囲気出てんじゃん。ちなみにね、なんか特殊な敵が出てくるっていうことで、なんかね、ミイラが出てくるらしい。ミイラ、なんかアミッサンマミーとかいうなんか特殊なミイラが出てくるらしくて、それが結構厄介らしい。まあでもなんとなく俺は虫とかの方がなんかイメージ湧くけどね。これなんか中身入ってるけど、だからこういうやつが例えば起き上がってきて敵として出てくるのかね。あら、こういうここになんかもう転がってるし、
なんかこういう砂漠の洞窟の敵といえば俺はもう完全に虫のイメージだけど。ほらもうなんか起き上がってきそうじゃん、もうすでに。なんだろうな。あこの音はあったわあったわ。賢者のアーティファクト、賢者なんだ。あったで、これ取ったら起き上がってるとかじゃねえの。ホラーゲーム始まったか。ホラーゲーム、いいよ、かかってこいよ。ピストルがあるんだよ、こっちには。でもね、大体あれだよね、ミイラにピストルって効かないよね。あ、行き止まりだ。なんかね、これ思ったんだけど、そんな広くなくね、これ。いいね、まあこれだったら、これですでいいんだったらいつでもアーティファクト取りに帰ってこれるけど、なんだ、意外と早く終わっちゃったな。まあ、実を言うとね、もう一個、入り口があるんですよ。こことは別に、向こう側にあるピラミッドあんじゃん。近くにも入り口が実はあって、そっち側もちょっとじゃあ見てみよっか。とりあえず、くっそー！クライオボットの使用を戻してくれ、頼むから、これはあ、やれやれ。じゃあ、一回これで、戻ってメガロドン連れてきますわ。やっべやべ、ワイバーンたちが湧き出してきちゃった。あ、でもちょっと待てよ、さ、勝てたりしねえかな、ワイバーン。なんかワンチャンありそうだけどね。例えばやばくなっても水の中に逃げられるから、もしかしたらこの子ワイバーンとか勝てるんじゃねえの。まあちょっと今はさすがに冒険すぎるんでやんねえけど、やれやれ。いやマジさ、本当にリメイク前にのクライオポットの使用マジで戻してくれ。本当に本当これだけはマジで頼むわてかね、設定で変えられるようにしてほしいわ。さて と体勢を整えてちょっと戻ってきましたよと。で、入り口なんですけど、まあまずはちょっとこのイカリング付きのこいつを開けさせてもらって。待って待って、至高のカマキリのサドル出たんだけどうわ使いてー。あとダイオドンのサドルも、とりあえず、ここですね。ここ。この、なんか、さっきの場所とは違って、少し建物っぽくなっている、ここがどうやら入り口になっていて、ほら、ここ。ここが、ほら、入り口になってるっていう。で、この先にもまた別のアーティファクトがあるんじゃないかなという。で、今度ほど出てくるのかなっていう。その、アミッサマミーだっけ？アミッサマミー。なんかちょっと言いづれな。またこのパターンか。なんかヒントとかあんのかな。あとさっきの場所はさ、別にこうトラップとかがあったような感じではなかったけど、なんか急に床抜けてるとかあったりするのかね。え、わお、また随分とちっと仰々しい場所に来たじゃないですか。これ道が3つに分かれてる。いや3つどこの話じゃねえけどさ、別ここに来るまでもまた分かれ道があったから3つどこの話じゃねえけど、いやー待って、これさっきの場所より入り組んでんじゃねえの。プテラノドンを置いてきたのはまあこれが理由で、万が一道に迷った場合、この中で自害することによって強制的に戻るっていうのをやろうかなと思ったんですよ。で広くね？あ、いた！こいつだ！これがアミスタマミーだ！おお！待って待って待って。ステータスはどうだ？ステータス。マミー。190レベル ?1.3K、メレー246だと。待って、これは、これ、銃は効くのか？銃は効くんかい？これ。ちょっと怖いな。なんか意外と聞いてる気がするけど、意外と聞いてるけど大丈夫？お前意外と聞いてるぞ、大丈夫か？倒した。え？あ、一応取れるんだ。
あ、一応取れるんだね。なんか内部データ的にはこれラプトルになってんのか。なんか急に死体 が復活するとかそういう感じではなくて普通にポッといるんだ。てか移動速度遅っ、あいつ。うわー、これは広いぞ。やばいな、これちょっと広すぎるわ。なんか目印かなんか持ってた方が良かったかもしんない。で、ただこっち側はもう入り口、あ、もう行き止まりだね。これはこれは行き止まりですわ。あ、さっきのマミーがいた場所は行き止まりと。これ洞窟内で建築できねえかな。あの こっち行き止まりですよっていうことを示すために、あの壁で封鎖するっていう荒技できねえかな。いや、まあ、やめとく。さすがにそれはつまんねえか。こういう狭いところとかでアミスタマミーに会ったりすると危ないんじゃねえかな。いや、この狭さで分かれ道は勘弁してよ。これはいけないのか。砂で埋まってるわ。いや、マジでさ、本当に、いや、やりたくなってくるぞ。あ、ここもダメか。本当の本当に、もう、封鎖したくなってくる。まあ、この細い道は全部ダメだったということなので、じゃあ、ここはダメか、どっちも。こんだけ仰々しくいろいろエリア取っといて、こっちは行き止まりと。まあそういうエリアなんだろうね。なんかどっちも何にもなかったんだよな。あれ、これ何もないパターンかな。どっちも何にもなかったんだよ。どっちも何もないんじゃねえか、これ。そう、これがさっき、これじゃあ、マミーがいた場所でしょ。ああ、これマミーがいた場所で、え、あ、これか。いや、ちげえ、関係ねえわ。あ、ちょっと特に何も見つからなかったんで一回帰ってきちゃいました。で、さすがになんかおかしくねえかと思って軽く調べてみたんですけど、なんかね、アミスサのアーティファクトを集めてる海外の人がいて、で、海外のその人の動画を見たところ、どうやらあの洞窟、やっぱりアーティファクトあったそうです。はい。さっき、あの、マミーがいた場所に、実は、アーティファクトがなんか2個あるっぽくて、なんか湧いてなかったね、俺の時は。うん。本来だったらあそこにアーティファクトが2個あったんで、俺は2個アーティファクトを絶対持ってたはずなんだよね。はい。まあ、いつものアーティファクトバグですわ、アーク恒例のね。はい。まあ、今回ばっかりは、モッドマップだからっていうのもあるんだけど、うん、ちょっとそこら辺はしょうがないのかなと思いつつも、まあ俺は2個アーティファクトを取り逃したそうで、まあもう一回行けばいいと思うけれど。で、その海外の人、他のアーティファクトも集めてて、で、どうやら、あの、普通に拾うだけのアーティファクトもあるっぽい。うん。まあ、あの、リメイク前からね、あの、この手のほれ、モッド系のマップではあるあるだよね。あの、洞窟とか攻略しないで、その場所に行って、ただ拾って帰ってくるだけのアーティファクト、ただ置いてあるだけのアーティファクト、そういうのあるよね。それがちゃんとこのアミッサでもあるっぽいので、まあ、それちょっと取りに行ってみようかなと。うん。27.2 の 53.3 のこの位置にあるっぽいんだけど、ちょっと、なんも見えません。本当だったらこの辺になんか湧いてるらしいんだけど、ちょっと待って。これ一回、俺メインメニューに戻ってみよう。これ。新しく読み込んだ場所だから、まだアーティファクトが生成されてないみたいな可能性ありそうじゃない？ちょっとラグが発生してるみたいな。リメイク前もね、そういう風に一回メインメニューに戻るとアーティファクト湧いたりとかしたんだけど、ないかな。で、もう一つ拾えるアーティファクトがだいたいこの辺りっぽいんだけど、なくね？やっぱりなくね？一応なんか崖のところにアーティファクトがあるらしいんだけど、この辺のね、この辺りの崖のところにアーティファクトがあるっぽいんだけど、またちょっとメインメニュー戻ってみましたけど、湧いてないよね。また別の場所やってきました。はい、あの例の海賊島ですね。海賊島、
ここにもアーティファクトがどうやらあるっぽいんだけど、ここにあるらしいんだけど、え？マジでみんなどこ行っちゃったの？ここもダメっすか。ここあのね、ここは分かりやすくてこのくぼみのところにあるらしいんだけど、ここはちょっと、リニオグラタか。普通のリニオグラタ湧くようになったんだ。前湧いてなかったよね。見かけなかっただけか。まあいいやいや。でここはおい、見えなくなるからやめろ、クモ。お前この辺にアーティファクトが湧くらしいんだけど、ここも湧いてねえな。ここも湧いてねえのか。まあちょっとこの辺りはポイズンドレイクがよく飛び回ってる場所だったんで、あんま気楽に取れる場所じゃないから、まあここはいいや。ああ、ちょっと撤収するわ。さて最後はね、この辺りの斜面にアーティファクトがあるらしいんだけど、うわちょっと怖いな。ここも気楽に取りに来れるような場所じゃねえな絶対これ。いやーないなー。いやてかあったとしてもこれ取れねえな。場所的には多分今そう、あの辺りなんですよ今。あの辺りに湧くらしいので、まあ、取れねえな。あんなのが居座ってるようじゃ。というわけで、次のステップに進むためにアーティファクトが必要だったんで、まあそれを集めようっていう話だったんですけど、まあ賢者のアーティファクト1個だけにしたっていう。いやまあ本来だったらね、2個目に行ったピラミッドにもアーティファクトが2個あったし、で今ぐるっと回ってきたところにもあるはずなんで、まあなんだろう、時間がまだ湧いてないのかね。まだこれそのマップをくまなく探索してそこに居座ったりとかしたことあんまないから、まあちょっとまだね湧き時間になってないみたいなのもありそうなんだけど、なんで湧いてねえかね、てか逆になんで賢者のアーティファクトだけちゃんと湧いてたんだよ。よかったわ。あれ湧いてなかったらまたあのピラミッドの中さまよってたじゃん俺。まあいいや、とりあえずちょっと時間を置いてまたぐるっと見回ってみますわ。あと一応今日見てない洞窟とかもあったりするんで、洞窟のアーティファクトそういうのもあったりするんで、まあそこら辺も探索できればとは思うんだけど、まあめんどくさいよね洞窟探索。まあ今回のピラミッドだけでも結構めんどくさかったのにさ。できればね、素湧きしてるやつを拾っていきたいんだけどね、クリスタルアイルズの時みたいに。まあいいや、とりあえずちょっとまたぐるっと見てみます。というわけで、じゃあ今回ここまでということで、ご視聴ありがとうございました。今日は何も戦果は得られなかったね。